が枯れたも結構もうずっと結構歌って喋って昨日は泣き疲れて Good morning おきぽのそうたばあの多分もういつの間にか寝てたのでで私の頭がこうだんだん前に行くからおきちゃんがこう頭をこう支えてくれて寝てたそうおきちゃんはこう私のか頭がここにあって私の頭が前に落ちそうになるけそれをこう押さえとった押さえてくれてたらしい MC 力上がった、ね、本当ですか嬉しい確かにこの卒コンよく喋りましたねつなぎのミスが多かったかもそれも呼ぶ人が残してくれた経験ですかねにゃんきのうはお昼にマイカ公演があって夜にあの STM 民兵FSTU のメンバーみんなで来ましたね Hey かわいそうにわかるわかるそうお昼のユニットは生意気リップスをしたんですよここはリーダーなりたくなかったのえっなりたくなかったんーでもあのリーダーなれる器じゃないんですよねきっと私がやるより他のメンバーがやった方がいいリーダーになるそのリーダーを支える全力で支えることはしますけどねリーダーが辛くなったらその時は支えますよーリーダーって大変ですよねよくやってよねそうお昼のは前から6人でのラストだったんですけどそして、まず1曲目はあの何だったっけまずねやぶし寸劇をやったんですよマイカー公演のお話をね振り返るとまず寸劇をやったんですよでもうそれも普通いつも通りのね寸劇をやってそしてそして次にオーマイガーをしたんですよ最初のなんかあのオーマイガーをやるまでの寸劇の下りをなんかあれなんか誰考えてくれたのかわからないんですけど私は台本をもらってってやってるんですけどもなんかメンバーだけで考えたのえやぶしさんの卒業オーマイガーとかでいいんじゃないみたいなこと言い出していやそれオーマイガーで片付けが軽すぎるってなって、まあ、実際来たあの寸劇は、まあ、違って、まあ、これからのマイカが心配でオーマイガーってなりましたね
まあすごいなんかそれで強くつながるなと思って、で大前がして、その次は、うん、ランランラン、何より本当にセットリストが良いんですよ、良きなんですよ、良きって言ってくれるんですよ他のメンバーも。じゃけんなんか楽しんでできるし、メンバーがでランランラン押したら夢力からのシェカラシカ、ストリー良かったですか。鍵穴は私したんですけど、私とシナのソラハちゃん、今日ソラの誕生日おめでとうソラハで、ソラハと私でしたんですけど、あとマネージャーさんも、ヤブシタの担当のマネージャーさんも、でここからがいつもと違うんですけど、ユニット曲したんですよね。マネージャーさん昨日泣いてた。でもなんかうるっと来てたと思うんだけどね、それより自分が泣きすぎて分からんかったんですけど、世界霞んでたんで、なんかもうなんかこんな泣いたらなんか真っ白になるもん、真っ白っていうかなんか世界霞むもんだなと思いました。そうで、なんかもうマネージャーさんがすごいなんかそう、なんかもう呼び捨てがもうしっかりしてくださいってなんかよく言ってるようなイメージなんですけど、マネージャーさんください、大洪水、ハートがたみ、蚊に噛まれた、なんでじゃろ、めっちゃかゆい、あ、心当たりがある、そうなんですよ。でここからがいつも違うんですけど、生意気リップスユニット曲がねいつもとみんなが違うんですよ。ここの泣きっぷりが良かった、よかったです。あれもうリハーサルのレッスンとかのもう泣いてるからな。私はまず生意気リップスをしたんですよ。そして2曲目、この生意気リップスはやろうってずっと言ってて、いつかやりたいよねって言いながら、そのいつかがまああんまり来なくて、久しぶりにできてよかったなぁと、久しぶり最後にできてよかったなと。似合ってましたか、ユニット楽しかった、声が枯れますね。でももともとハスキーボイスなんですけど、こういう次の日は特にハスキーボイス、冬子顔っぽくてよかったですか、嬉しい、見た目がね子供だからって舐めない方がいいよ言って、生意気リップスがあって炎上路線呼ぶ人と起きちゃう、炎上いきなり風が吹き抜け、炎上鼓動が根付かるようにあなたのこと
なななななで卒業しちゃったのか。で援助路線知ってやったわ。わがままな流れ星ってやってましたね。お姉ちゃん見つけた。いや私見つけれなかったんですよね。でも終演後になんかけあのいっぱい話しましたよ。かわいいって言って、え、どこにおったんじゃろうって言ってた。私がずっとてか、なんか立ったら似てるって話してた。まあそりゃ、まあ、あの妹やけんかなって言って言っとったよ。マジなるもん。子供と大人の境目って意味らしい。で、鋼の山流れ星して、スキャンダラスに生きてゆこうか。ましたね、マジ。マイカーのキャプテンホノッターなんですかね、リーダーで。スキャンダルスに来てこうした後は友達でね、閉まりました。ユニット曲は春の光近づいた夏って、あのマイカーの新しい披露のね、6人曲の披露しました。あのいつも公演ではやったことなかった曲の一つですね。君は春の光、僕は近づいた夏、並んでると爽やか、本当にお似合いだよね。友達とか絶対号泣。そうなんですよね。なんかいいんですよ。なんかもうマイカーってなんか個性強いとか似てないけど根本なんか似てる気がするんですよね。はい、君は春の光やって、そしてあのなんだっけ、あ、ハッシュタグ好きなんだもん。ユニット曲終わりのユニットブロック終わりでやったんで、でそしてあの2人乗りの自転車と抱きしめちゃいけない、アイス、オネストマン、アイスティラブルで本編終了となりましたね。広島雨、あの今家にいます。洗
選曲が神なんや。え、本当ですか？なんかひなちゃんも同じこと。いや、メンバーは結構なんかね、好評で、セットリスト。ユニットと言わず、STU 全体ってやったりもね、したいですよね。アンコールブロック、アンコールしていただいて、アンコールは Give me five から始まって、 Give me five、 Give me five、 トゥルルトゥトゥ、Give me five やって、好きになれただけで幸せだ、セットセブンの一杯の水、そして最後はずっとずっとっていうね、 MC じゃないわ、セットリストでお送りしました。マイカー公演 STU48 っていいグループだよな、嬉しい。一杯の水が一番好き、エモい、ギブミファイブが良かった。お、なんかもう全部いいって言ってくれてるので、もきっと本当にね、そしてヤバシタイの卒コンでしたね。ヤバシタイの卒コンはもうめっちゃたくさん曲やって、なんかよくやぶした踊ったなと思いますよ。すごい踊り切ったなと思う。やぶしたがすごいですよね。やばした振り覚え早い、はい、早い。しかもやばしたは振り覚え早いし、家で覚えてくるから早い。私は家であんまり覚えてこずにレッスンで覚えるのが早いって言われる。ソラハはもうどっちも早い。ユミコとほなたんは覚えるのが苦手。え、オキちゃんはめっちゃ頭で全部覚えてる。なんか体では体は追いつかんかもしれんけど、頭は全部覚えてる。すごい。私も家で見てこいよって話ですけど。全部頭で覚えてるんだって思う。見てて、マイカーって
あまりレッスンでは振り揃わないんですけど、なんかライブステージに立ったらなんか気持ちが揃うから、なんかすごいんですよ。なんかなんでそこめっちゃ揃っとるみたいな、拳をバッてあげるとかだったらもうめっちゃ揃っとる個性強いね、一人一人のダンスが。さあ覚え方しといていけない、そうなんですよ。あ、そう、お昼のねユニット曲は虹の作り方をやらせていただいて、ゆうりちゃんのポジションやったんですよ。虹鳥肌だった？本当ですか？ゆりちゃんの V、 そう、なんかあのこの曲が決まった時に、え、虹の作り方やるんみたいな感じで用意していったら、だってなんか私ずっとやりたいって言ってて、そう、ゆりちゃんともなんか仲良くて、あのゆりちゃんが NAB 卒業生的に虹の作り方やりたいと思ってるんやねって話したら、STU でやるときコカがあの私のポジションやってねーみたいな感じでさらーって言ったら本当にできて、でそしたら薮下がなんかずっとやりたいって言ってたもんねって、やりたかったやろって言われて、なんかもうそれで号泣した。だって薮下そんなこと言って、なんか最後までなんか、え、なんかそんな、なんかそんな考えてくれたみたいな思ったんですよね。そう、 MC でお話したんですけど、あの実はね、あのゆうりちゃんに連絡したんですよ。あの虹の作り方はゆりちゃんのところしまーすってめっちゃ久しぶりに連絡したんですよ。したらあの「ええー、嬉しい、絶対似合う、頑張れ」ってか「ここは久しぶり」って来た嬉しかったよ、久しぶりにゆりちゃん。ドラマとか舞台とかの出て、なんかこう今忙しかった時にまだ連絡返してくれて嬉しかった。もともと連絡が早く返ってくるタイプじゃないんですけど、ゆりちゃんでも割と早めに帰ってきまして嬉しかった。いい報告ができてよかったです。元気そうで返しおもろい嬉しい、いろんな、そうそうよね、会いたい。なんで何優しいんですか、なんでなんか優しくもあのしてくれる、なんでこんなあれなんですかね、相手してくれるんだろうって思うんですよね。ゆりちゃん優しい。いろんな先輩方にお世話になるけど、なんかいや本当になんか最近すごいなんか振り返るんですよね、昔の自分を。なんか私よくなんかあんな感じだったな
なんかよくあんな感じで接してるなと思って、先輩方に、自分が先輩になったからこそ思うんですかね、こう2期生がこう実際後輩ができたから、なんか昔私客観的に昔の自分を振り返った時にちょっと羞恥感というか羞恥的なその感情を抱くのは、まあなんか自分みたいな後輩、なんかいないなと思いますね、なんかよく言われてたのは、なんかこんな後輩初めてだみたいな感じで言われてたんですけど、確かにこんな後輩いないなと思いますね。いないですね、なんか後ろをついてきて、ぴょんぴょんついてきて、なんかもうすれ違うたびに話してみたいな、そんな子はいないかなと思いますけど、いやでもなんかちょっとそうだね、なんかいろいろ思いますね、なんか失礼だ。ぴょんぴょんついてってたと思いますよ。ああ、なんか話しやすいって言われたりするか。先輩だけどなんか話しやすい、なんか普通に話せるみたいな感じで言われたりします。握手会とかでもココアは話しやすいよねって言われてたので、ファンの方に。必要なのかなと思いますね。成長したんですけど、成長したからこそ感じる、ちょっとこのあの時あの態度大丈夫だったんかなって思ったりするけどね。いつも緊張してる。あ、でもある時からファンの方がなんか急になんか緊張してしまいまするようになってしまったって言われます。なんかまああのメイクとか覚えて、はい、女性らしさが出るとちょっとファンの皆さんもなんかあれですね。ちょっと緊張するとか言われます、ね、正解からの微妙ですか、正解ずぼし、27の28のジャムエキスポのここは出ないの、はあ、メンバー発表された、メンバー発表された、私出ないんですよ、もうすぐ夏ツアーに
坂町で2回目がある、楽しみ。そうですね。はあ、悔しい。なんか当分このぽっかりした気持ちが続きそうで怖いですね。はあ、ココアの涙にもらい泣きました。メンバーにも言われる、ココア見て、頑張ります。では今日ここら辺でランキングを読もうかなと思います。いや、目が腫れてます今日は、ね、悲しい。13位、ダンスさん。12位、トゲトゲこもめさん。11位、ケボビ H さん。10位、タクダさん。9位、ニカホシ。晴れています。現在29度さん。8位、もや太郎さん。7位、こまめまきさん。6位、すえんさん。5位、ねかかわさん。4位、だんご部長さん。3位、あまみだましさん。2位、のっしーさん。1位はありくんさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございました。はい、見ていただきありがとうございました。これからも頑張っていきます。おう、ではまた会いましょう。またゆっくりお話ししましょう。カイコカーでした。